兵庫県の三菱重工神戸造船所で、大芸鋳型潜水艦3番艦の進水式が行われました。神芸潜水艦の誕生です。今回は、この神芸潜水艦について見ていきましょう。注目されるポイントは、やはり電池システムでしょう。大電流時代にふさわしい高性能にアップデートされているそうですよ。電池システムとディーゼルエンジンとのハイブリッドですが、充電時間の短縮が今後の課題になるでしょう。とはいえ、以前よりは早く充電できるようになっています。海上自衛隊は2022年3月、最新鋭潜水艦大芸鋳型のネームシップであり、1番艦の大芸を就役させましたが、10月12日には、建造中の同3番艦を進水させ、神芸と命名する式典を行いました。これからも、竣工に向けた準備が進められていく神芸ですが、この名前は、漢字で新クジラと書きます。迅速の新ですから、大海原を疾駆するクジラを表しているとされます。この艦が実際に就役するのは2023年度末とのことですが、近年の通例となっているようです。ちなみに、大芸鋳型2番艦の白芸波2021年10月にすでに進水しています。就役については、2022年度末の予定ということで、1年に1隻の新造&就役のサイクルが遵守されていることもチェックしておくべきだと思われます。日本の防衛力整備の枠組みとして大きく捉えた場合、防衛計画大綱に盛り込まれた潜水艦隊22体制の計画は、1番艦大芸鋳が就役を迎えた2022年3月時点で、予定数に達していますから、これからは、大芸鋳級の前々級である、親潮型が、順番に退役していくだろうと、推測されますね。海自の潜水艦体制については、中国海軍の戦力増強を念頭に強化されてきたものでした。もともとの16隻体制から、22隻体制へと増やしたのも、そのためです。一応22隻にはなりましたが、今後の情勢以下では、さらに増やす可能性も考えられます。そうなると、退役すると見られている、親潮型潜水艦は、練習艦として留め置かれる可能性が高いと見られます。現在、こうした海自の潜水艦が建造可能な造船所は、2社2箇所に限定されています。それが、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場です。簡単に言えば、すべての潜水艦が神戸で製造されているということになります。昔から造船で定評のある神戸ですからね、当然の茂行きでしょう。気候もいいし、阪神大震災という大災害はありましたが、それから25年以上経ちました。今回の神芸波三菱重工業者の神戸造船所で建造されていますが、川崎重工業者と交互に、新造艦を受け持つ体制になっています。高い技術と工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく上手に継承できていると言っていいでしょう。潜水艦だけではなく、自分の国で主力兵器を作れない国の場合は、兵器が欲しいとなったら、売却してくれる国を探すしか方法がありません。しかし、自分たちが求める仕様を追求して、それを形に実現してくれる技術力を探すだけでも、非常に大きな労力が必要になってきます。そういった意味では、他国の通常軍隊以上に、特殊な仕様が必要な日本の自衛隊ですが、設立理念である専守防衛という目的のため、大きな制約を受けていることはご存知でしょう。
日本国内での建造力は持っているのですが、世界的に見ると汎用的な潜水艦とは言えない融通の効かない一面もあるのです。対舷型3番艦ジンゲイですが、海自の最新鋭艦ゆえの未公開データが多いようです。公開されている主なデータは、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというものです。対舷型は、前吸装、流型の設計とデザインを基本的に踏襲している艦艇です。そう、流後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルということです。示されているデータを見れば、対舷型は、双流型に比べると、少し大型化しているようですが、全体的には、双流型のキープコンセプトでまとめているようです。大規模な変更は、次級の艦まで持ち越すのだろうと見られています。対舷型の推進方式ですが、双流型後期の2艦と、同じく、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせになっています。実は、対舷型潜水艦は、リチウムイオン蓄電池の搭載を、最初から前提とした初めての設計艦と言えましょう。このリチウムイオン蓄電池は、日本の GS 湯浅社が手掛けたものですが、搭載を前提に建造された対舷型には、大電流を継続的に急速充電可能な性能を持つため、新型のシュノーケル発電システムを実用化させることができました。この新型のシュノーケル発電システムにより、対舷型は、従来の潜水艦よりも潜航航行時間が長期化し、これは、作戦行動半径の増大に寄与すると見られていますが、詳細は非公開で、具体的数値までは示すことはできません。潜水艦のデータは重要機密ですからね。ただし、対舷型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池、電動機の組み合わせ機関を搭載している、双流型後期2艦の速力は、水上13ノット。水中18ノットほどと言われていますから、対舷型も、これと大差はないと考えられます。そのため、多国舷船のように、機関部に原子力推進を採用している潜水艦が、水中速力30ノット以上を発揮できる現状を考えると、対舷型が、どれほど、通常動力型として、最新鋭とはいえど、その点で対峙できる性能があるとは言い難いようです。原子力潜水艦には大きく2種類に分けられます。戦略核兵器である SLB メートルを搭載している戦略型原子力潜水艦と、敵艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つですが、いずれも高出力の原子力推進機機関を搭載しているので、通常動力型よりは、はるかに高スピードを出せます。兵器としての原潜の有用性は、スピードで顕著ですから、日本も、いずれは、攻撃型原子力潜水艦を保有すべきという主張は、少なからず上がっています。中国海軍が増強するのに呼応したかのような動きとも感じられます。2022年現在、攻撃型原子力潜水艦を保有し運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国ですが、2021年に、オーカスを締結したオーストラリアが、これに加わることは確実です。日本は、ロシア、中国という、攻撃型原子力潜水艦を保有、運用する二大仮想敵国と対峙している状態です。今後、ますます増強が予想される中国海軍に対して、その採用も視野に入れた検討は必要になってくると思われます。ただし、
中国の軍備増強を懸念しているのは日本だけではありません。南シナ海への支配力の増大を不安視するオーストラリアは、オーカスの締結によって、攻撃型原潜を、アメリカかイギリスから、調達、及び、自国建造を行うと、表明しました。しかし、それから1年以上が経過しましたが、未だに具体的な潜水艦の特定にも至っていません。オーストラリアがアメリカを選んだ場合は、バージニア級、イギリスを選んだ場合は、アスチュート級と、どちららにしても、現在の最新鋭攻撃型原子力潜水艦となることが予想されますが、自国に必要な数以上の建造を行うのは、すぐには難しいようです。オーストラリアは、島嶼群を除いて、自国内での建造を前提に、計画を進めるようですが、建造に必要な、設備や要員、技術的な基盤を一から、整える必要がありますから、早期の収益となると、非常に困難だと思われます。日本でも原子力というだけで、否定的な風潮は、以前よりは少なくなったようです。逆説的に、中国、ロシアの脅威が後押ししているような状況とも感じられます。どちらにしても、手がけたことのない原子力潜水艦を建造し、ずっと維持していくためには、費用、期間、人員など課題が山積ですし、何より、国民へ、真摯に説明を行い、理解を求めることが最優先でしょう。コロナ禍や物価高、低賃金など日常生活の問題を解決してほしいという思う人が大半なはずです。攻撃型原子力艦を保有、運用している前述の6カ国は、どの国も航空母艦を運用しているので、空母打撃群を編成するためにも、必須の艦艇となっています。ロシアは、航空母艦を保有しているとはいえ、旧ソ連時代の1990年に就役したアドミラル・クズネツォフのみですから、老朽艦攻撃型原子力潜水艦のほとんどは、単艦による敵艦艇への攻撃を前提としているのかもしれません。海自でも出雲、片護衛艦を航空母艦化改修が進められていますが、遠征を前提とした艦艇にはならないとはいえ、速度的には、通常動力型潜水艦では、随伴は不可能ですから、スピードについては、何らかの対策が必要になるでしょう。